それでは1本目の動画は、うまく弾きましたでしょうか。2本目のこの動画ではですね、もうちょっと人差し指とか親指とかね、細かく使ってもうちょっとね、実践的というかフレーズっぽいフレーズをやってみたいと思います。どんな感じかやってみましょうか。まず、まず基本動作をですね、マスターするためにですね、ちょっと自分弾いてみますね。こんな感じが目標です。これがゴールです。で、これをやるためにですね、ちょっと練習をしたいんですけども、左手がね、ミュートした状態で、指を軽く触れてね、全部の弦弾いても、このね、何も音は鳴らない状態を作っていただいて、またノックします。ポンとね。で、それぞれまたね、親指は5弦、人差し指4弦、3弦、2弦って順番に、戻るように、ノックしてあげて、で、この状態のまま、左手がミュートした状態のまま、人差し指だけ、ポツッと弾きます。ポツッとね。そうするとね、また人差し指でツッと音が出せますよね。で、さらに人差し指の後に親指がポッと弾いてあげると。なんで、これ3つの音ができるわけですよ。ノック、人差し指、親指。ノック、人差し指、親指と。ツッタッとん、ツッタッとん、ツッタッとん、ツッタッとん。なかなかね、この人差し指の力の入れっぷりとかが、ね、よくわからなくてね、速くなったり遅くなったりしてしまうんですけども、まあ、こうリズムよくというか、均等にね、タタタン、タタタン、タタタン、タカッタンとかね、タッタタン、タッタカタカッタンみたいな感じで、ぎこちなくなったりしないように気をつけてください。ツタトン、ツタトンって感じです。で、これを左手をまた C コードにして弾いていくんですけれども、左手を C コードにして、まず2回普通に弾きます。じゃあじゃあってね。で、これを弾いたらさっきの動作す。ツタトン。2回弾いて、いくぜ！ツタトン。じゃあじゃあ、ツタトン。左手のね、この薬指がしっかりとミュートをして、じゃあじゃあ、ツタトン。じゃあじゃあ、ツタトン。じゃあじゃあ、ツタトン。という感じで、チャンチャツタトン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 って、小気味よくリズムが鳴らせるように頑張ってください。で、これができるようになったらね、左手のコードをいろいろと変えていくだけで、とりあえず OK です。自分はよくやるのはね、タ、チャーチャツタトンの最後のこの親指のトーンのベースの音、ここをね、ミュートじゃなくて、適当な開放弦を鳴らすことが多いんですけども、ちょっと適当な開放弦を鳴らしながらコードを変えてみますね。こんな感じです。タンタツタトン、タンタツタトン。で、これだけですよね。よく聞いてもらえばわかると思うんですけども。で、そのタンタツタトンってやるときはね、親指の位置がね、若干、今5弦で練習したじゃないですか。けどもね、親指はベース音に行ってるだけなんですけども、そのベース音がね、5弦じゃなくなったりするんですよ。6弦に行ったり、4弦に行ったりするんですけども、例えば G コードの場合は、親指は6弦です。で、こっちの指は2、3、4で、自分はプレイすることが多いです。けど、この3本はどこでも別に構わないっちゃ構わないです。自分は2、3、4弦を基本にしてやってますね。だから、こんな感じ。あと、D マイナーなんかに関しては、まあ、D7 とか D とかもそうだけども、ベース音は親指に行くんで、自分は1、2、3弦にこの3本が行きます。なんで、親指から4、3、2、1弦の順番ですよね。で、これをね、それぞれコードを合わせて、ちょっとね、ベース音の位置がわかんない人は、コードブックとかね、見て、ちゃんと、なんていうのかな、覚えてほしいというか、一番弾く用途どこだろうなとね、いうのをちょっとしっかり見て、覚えてほしいんですけども、うん、このコードをいろいろと組み合わせるだけで、まあ、それっぽくなるかなというような感じです。ちょっといろんなコードで弾いてみますね。こんな塩梅です。何にしようかな。
たいな感じですか。ちょっとね、あんまりなってないところもあるんですけども、基本的にターンタッツタトンしか使ってないです。この動作をですね、うまくスムーズにできるように、頑張って練習をしてください。リズムの、この今、ね、やったそのターンタッツタトン以外にもね、たくさんリズムのパターンはあるんですけれども、とりあえず一つだけ、紹介をしました。結構基本的な動作だと思うので、このターンタッツタトンがね、この基本的なリズムをマスターしたら、またいつかですね、違うリズムを紹介してみようと思いますので、うまくできない方、うまくできる方、よければ覚えておいてくれると嬉しいなと思います。まあ、そんな感じでございますね。まあ、このテーマは以前一度取り上げたことがあるんですけども、ちょっと説明不足なところがあったので、もう一回撮ってみました。何かわからないことがあったら、コメントしたってください。そんな感じでよろしくお願いいたします。